東急プラザ原宿金門、ここに開業です。4月17日東急プラザ原宿原門がオープンしました。東急不動産が原宿の神宮前交差点で開発した原門は、商業施設ではなく創造施設として、来街者がクリエイターとなり、育成、支援、競争に参加しつつ、体験メディア、物販店舗等で刺激し合う新たな運営形態を目指した施設。交差点の向かいにある2012年に開業した東急プラザ表参道おもかどと対になる形で、角と角が合わさり、古くから日本のカルチャーの創造場所であった原宿神宮前交差点から新しい文化を創造発信する拠点ともなっています。建物全面がガラスで覆われた特徴的な外装の原門。複雑な凹凸をつけたガラスは凹凸がある面を生み、フラットな面を島の2つのエリアに分け表現。海エリアには街並みや空が映り、島エリアには建物内のにぎわいが透けて見えるようになっています。特殊な形状を実現するために、ガラスとアルミフレームを構造シールで接着し、外からはアルミフレームが見えない外壁面を作り出す SSG 工法が採用されました。原門は夜になるとまた違った姿を見せてくれます。照明で縁取られた島エリアのガラス面が浮かび上がるようになっています。7階の屋上テラス、神宮前交差点と東京の街を一望できるロケーションを見ながら座ってくつろいだり、緑豊かな庭園空間を感じながら過ごすことができます。屋上テラスは夜も開放していますので、夜景を楽しむこともできます。建物内部を一部ご紹介。ファッションや雑貨、飲食など様々なブランドの店舗が多数入居しています。地下1階には銭湯が設置されています。高円寺の老舗銭湯小杉湯がプロデュースする小杉湯原宿です。地域のコミュニティの場としての銭湯の役割と新たなビジネスモデルの創造を目標にオープン。浴槽は3種類、通常のお風呂と水風呂、高円寺小杉湯の名物となっているミルク風呂です。お風呂の他にも、この地下1階スペース地下1は銭湯を中心とした街のようなフロアとして、各パートナー企業のスペースが設置されています。スポーツメーカーのアンダーアーマーは荷物の預かり可能なランニングステーションとストレッチスペースを、美容健康ブランドマイトレックスは自社美容製品等を無料レンタル可能に。花王は綺麗をテーマとした企画展示。サントリーは完璧な生ビールが飲めるビールスタンドを設置しています。それぞれの区画はお風呂上がりでもそうでなくてもくつろげる場として利用できます。2階には雑誌の図書館カバーが設置されています。ここは出版社からの提供および一般の方からの寄贈で集まった約3000冊を超える雑誌が集まる雑誌ライブラリー。1960年代からの貴重な雑誌を自由に読むことができます。3階はクリエイターズプラットフォームとなっています。ここはクリエイターが企業や人と出会いコラボレートし、新たなものを生み出す場。会員制のラウンジには個展スペースも設置され、作品発表も可能です。また撮影スタジオの他に J-WAVE によるポッドキャストスタジオとアートギャラリーを併設したスペースも設置されています。4階はクリエイターが手掛けたアート、デジタルアートを体験可能な空間ハラッパ。サステナブルをテーマにしたアートやコンテンツがフロア内に展示され、
都会の真ん中で原っぱのような自然を感じることができます。コーヒースタンドも設置されていますので、コーヒーを飲みながらアートや窓に映る原宿の街を眺めることもできます。5階から6階は原宿キッチン&テラス、原宿の街の食堂として、町中華からスイーツまで原宿らしい様々な飲食店22店舗が揃っています。この新しい施設の源流にありますのが、ここ原宿神宮前エリアにかつて存在しました原宿セントラルアパートです。コピーライターやカメラマンなどが居を構え、喫茶レオンには文化人が集い、自発的なコミュニティが形成されていたと聞いております。原門はこの思いを受け継ぎまして、新たなカルチャーが生み続けるような仕組みを担ってまいりたいと思います。当社はこの原門をこれまでの商業施設ではなく創造施設としていきたいと思っております。個性的な75店舗とともに枠組みを超えて連携し、お客様に新しい体験価値を提供する施設となります。東京メトロは人々の生き生きとした毎日に貢献するということを経営の重要テーマに置いております。新しいことが始まるこの拠点から、生き生きとした毎日に何かムーブメントが起きるんじゃないかということを大変期待しております。今までのなんか開発っていうと、この街になかったお店がどんどん入ってくるっていうイメージが強かったんですけども、まあ、今回はこう なくなったものとかをね、なんかこうちょっと形を変えて、復活させるとか、あとは今この街で頑張ってる町中華がまた出てきたりとか、なんかこうローカルってものを本当にこう意識してもらっていて、なんかそういった意味ではね、ローカルっていうのを人間としてはなんか嬉しいし、こうワクワクするなっていうふうに思ってます。でクリエイターもね、またたくさん集まって、ここでいろんなね、新しい価値文化が生まれていくんじゃないかなというふうに期待しています。開業式典には原門のタイアップソング四天王を歌う水曜日のカンパネラの詩羽さんも登場しました。水曜日のカンパネラの詩羽です。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ここでしか体験できないお店やスポットがたくさんある原門、原宿の新たなランドマークの誕生です。